俺はゼッツリー福岡中洲某ホストクラブ店舗運営本部長。おはようございます。ゼツリです。2日目朝、今11時です。これからウニ丼食べに行こうかなというふうに思ってるんですけども、気候的にはすごく涼しくて、まあ、ちょっと雨がパラついちゃったりするんですけども、で福岡には2時過ぎに戻るんですけども、あと3時間くらいあるんで、ちょっとウニ丼食べたり満喫したいと思いますんで、その模様をお送りしたいと思います。では行ってきます。うん、定番スポット、サル岩に来てます。サルというよりもゴリラですよね。写真っていうか、それで見るよりも生で見るとちょっと声が出ちゃいました。すげえってちょっと感動してます。ゴリラっすよね、これ。どう考えても、あ、すげえすげえすげえ、かわいい。もうこんな感じですね。無理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 、これじゃいけない。近くから見るとモルモットみたいです。モルモット、あなたが犯人ですね。そろそろ自供した方がいいんじゃないですか。分かってるんですよ、こっちは。10時45分殺人容疑の疑いで逮捕します。ディーン。何、なんで首が切れんの。いや、生きに来たらやっぱり生きる、生き生きだぜ。いや、お邪魔します。始めます。
ただきます。ロースじゃーん、上タン、イエじゃーん、キャルビ生き生きだぜ。何回いきまーす。イサシ入ってます。最高です。2023夏来た。今年の夏は満喫します。ちょうどいい気温で、それから海鮮肉を楽しみながら、
夫です。どうす。本日の目標は息を全力で楽しむことです。そして今日という一日を全力で楽しみ、最高の思い出を作りたいと思います。どうす。ツッツリン、我が家レッツリン家ようこそ。こちらがレッツリンの家です。こちらは食材の倉庫になります。あちらも倉庫になります。すごいでしょう。主祭殿、
いや、行き旅行、クライマックス、ボーフェリーに乗る時間なので、行きの感想、本当サウナもそうですけど、今日行った龍田新神社もすごく良かったし、行き牛も美味しかったし、で昨日行った小島神社、すごく神秘的で良かったし、なんかこう、行きに来た時に、体がちょっとね、ビリビリするような感じだったんですよね、なんか変な意味じゃなく、よく一度は本当に来た方がいいんじゃないかなっていうふうに思う島ですね。料理もそうだけど人が優しいですし親切だし、ありがとうございました。では。